恋愛ををして結婚をする時代は終わった恋愛と結婚を切り分けて考えようと書籍を通して呼びかけていらっしゃいました。なぜそのような発想に至ったのでしょうか。 ええと、これ二つ理由があります。一つは、あの、2015年に恋愛しない若者たちという本を書きまして、これあの、ディスカバー21という会社から出して、まあ、非常に売れた本だったんですけれども、この本を一緒に作ってくださったのが、当時のディスカバーの社長さんだった星場由美子さんという方で、で、まあ、星場さんが非常にまあ、あの、その恋愛しない若者たちがもう、あの、恋人がいない方が増えたと同時に、恋愛は面倒だというふうに 言ってる若者なんでこんな多いんだということで、でまあ、その時にあに恋愛しない理由っていうのを5つ挙げたんですけれども、まあそのまあ、でもこれがまあ進むと、恋愛結婚というのが今の当たり前なので、恋愛しなくなれば当然結婚もしなくなるよねっていう話をその時にしてました。で、まあ、実際にその2015年から比べて、いずれ結婚するつもりっていう割合、どんどん下がってきてるんですね、実は。 21年にあの国の第三者機関から出た調査結果なんですけれども、これを見ると、もう明らかに男性は昭和の女子力的なことを女性にもう求める割合がどんどん減っていて、まあ、つまり家事、育児の能力とかっていうことよりも稼ぐ力を求めるようになってるんですね。今、経済力を求める方が48%に達してるとあの、未婚の18歳から34歳ですね。で女性の 女の方は一方で男性にも97%の方が家事育児能力や協力を求めていると。つまり、男性は結婚相手に、あの、いわゆる昭和の男子力、稼ぎ力っていうのを求めていて、女性の方は昭和の女子力、いわゆる家事育児能力、 っていうのもまあ、結婚相手に求めてるっていうことなんですけれども、方や恋愛の方はニーズがほとんど変わってないんですね。相変わらず男性たちは、まあ、料理上手な女性がいいとか、合コンでサラダを取り分けてくれる女性がいいとかっておっしゃいますし、女性の方は、ま、壁ンに代表される、まあ、力強い男性がいいということを、ま、言ってグイぐいぐいリードしてくれる男性がいいっていうことを言うわけですよね。だとすると、恋愛の結婚、 え恋愛と結婚というのが、 ま、ニーズが一致しないというか、恋愛の延長線上に結婚はないというニーズになってくるので、ま、だとすると、やっぱり従来の恋愛結婚という概念がもう古いんだろうということに、ま、至りました。なので、まあ、あの、結婚相手に選ん、あの、求めているものと恋愛に求めているものは違うのに、そこに気づいてない人たちもやっぱりいて、なかなかこれだと結婚が難しいなっていうところですね。 で、まあ、あの、だとすると、どういう形の結婚かっていうところなんですが、私ずっと Z 世代と言われる、主に20代の若者を取材してると、まあ、やはり、まあ、男女平等、まあ、ジェンダー平等というのが、もうかなり、あの、Z 世代には浸透してますし、まあ、それとともに、やっぱりコミュニケーションとか、お互いの信頼とか、その、あの、いわゆる、まあ、昔のスペックだけで相手を選ぶとか、逆に言うと、あの、そのスペック 僕はいいんだけれども、恋愛力がやっぱり大事だよねって言って、相手を選ぶっていうことの時代からは、もうかなり遠ざかっていて、お互いに、まあ、あの、一緒に、例えば接触する時間が長くて、なんとなくこの人といると安心できるとか、信頼できるとか、まあ、そういう軸でやっぱり相手を選ぶようになってきていて、で、若い人たちはもうそこに多分気づいていて、恋愛と結婚は別だと思うという割合も。まあ、行動総研さんの。 調査を見ると非常に高いんですけれども、本来は私が競争結婚って言ってるのは、まあ男女が対等な立場で、まあかなり今ジェンダー平等になってきてますから、まあ男女とは限らず l g b t t の方も含めてですね、対等な立場でお互いにこう切磋しながら、まあいろんな結婚の形があっていいんじゃないかっていうニュアンスで伝えているんですけれども、ただ皆さん結婚する前は恋愛力が必要だって思ってしまっているので、そこにまあ達していない恋愛するにはやっぱり やっぱり男がおごらなきゃいけないから男性はやっぱりある程度稼いでなきゃいけないだろうとか、女性はやっぱりそういう女らしさをあの結婚する前に求められてしまうので、それがないならまあ結婚に至らないだろうって考えると、まあ、結婚に向けて動くのっていうのは結構めんどくさいですし、で、まあ、そこで恋愛することが皆さん面倒なわけですから、 結局は、あの、アプリで出会ったとしても、その後恋愛するのがめんどくさいから、じゃあ別にいいやっていうふうに、やっぱりなってしまってると思うんですよね。なので、まあ、その恋愛っていうハードルが一つなくなるだけで、だいぶ結婚に向くパートナー、私もそうですけれども、私のパートナーも恋愛には全く向かないタイプでしたけれども、まあ、もう今まで、こう、ずっとお一人様とか独身王子とか取材してると、恋愛力がない方の方が、むしろ結婚には向いて してるなっていうのは私はもう実感としてすごく感じているので、まあ、そのあたりも実はあの切り離した方がいいよっていう中にはありましたね。はい。なぜ恋愛が苦手な人は結婚に向いているのでしょうか。まああの恋愛というのは P.E.A. とかドーパミンとかそういうまああの興奮するような作用のまあ感情ですので、でまあこういうところ。 あの、しかも、報酬系ホルモンというふうに言われていて、ドーパミンとかですね。まあ、そういうものっていうのは、結局は一度成功すると癖になって、まあ、一度快感を得ると癖になって、またそれを得たいと思うという傾向で、まあ、ここにはまる人たちというのは、いわゆるギャンブルだとか、あるいは、まあ、あの、ちょっと言ってしまうと、麻薬系のものだとか、あるいは、あの、非常にその恋愛でも、まあ、浮気とかですね、そういうことに快感を得る。 出やすい、まあ、リスクテーカーと言われるような方々なんですよね。ですので、まあ、そこが本当に、あの、恋愛が病みつきになって、次々恋愛するようなタイプとか、今まで恋愛を続けて、いろんなタイプと恋愛してきて、こなれているようなタイプとか、そういう方というのは、むしろ、その結婚後に必要とされる、あの、オキシトシンだとか、まあ、プロラクチンと言われる母性ホルモンとか、そういう系のものというのは、あまり、まあ、あの、得意、 ではないというか、そちらに、あの、心地よさを感じる方とは、まあ、脳科学的にというか、生物学的に言うと、ちょっとタイプが違うんだろうなっていうところですよね。まあ、あの、ヘレン・フィッシャーという、まあ、ずっとそこを研究している、私も一度対談させていただいたことがありますけれども、フィッシャーさんおっしゃってる通り、まあ、あの、そのドーパミン系の感情というのは、まあ、3年が賞味期限というのが、まあ、あるんですよね。生物学的に 4, 4年以上続いてしまうと、ドーパミンというのは非常に、まあ、ストレスが の方にかかってくるので、まあ、フィッシャーの研究によると、その、まあ、あの、世界の先進国の、あの、多くの国で、まあ、あの、ほとんどが、まあ、先進国というか、62カ国かな、もっと幅広くですね、あの、統計を取ると、やっぱり、あの、結婚4年目までの離婚というのが圧倒的に、どの国も、まあ、日本もそうですけれども、多いと。で、これは、あの、おそらく、その賞味期限がもうそこで切れるからではないか ということをおっしゃってましてまあ、あのそこの部分が一番大きいところですねはい。進化人類学的な観点からも恋愛と結婚は別物であると書かれていらっしゃいましたなぜそのような結論に至ったのでしょうか えっと、これは、ま、あの、一つは二足歩行をなぜ人間が始めたのかというところで、あの、言っているんですけれども、ま、これいろんな仮説があるんですが、ま、最近、その有力視されているのが、ま、プレゼント仮説というもので、で、まあ、あの、もともとその人類の祖先は、あの、四つ足で、ま、いたわけですよね。四つんばいでいたわけですけれども、それが、ま、だんだんこう、あの、二足歩行に近づいていったというところです。じゃあ、なんで二足歩行になったのか のかということのそのプレゼント仮説というふうに有力され、有力視されているのは、まああのオスが特定のメスとその自分の子供に、まあ餌を持ち帰るときに、四つ足だと結局口に加えてしか持ち帰れないので、その二足歩行になれば腕で抱えられるので、まあその過程でそうなっていったんではないかっていうことなんですね。つまり まあ、この一歩一歩性っていうことと実はすごく強く関係していて、まあ、もともと、オスの本能からすれば、あの、自分の精子をいろんな、あの、メスに、まあ、ばらまくってちょっと言葉悪いですけれども、そういう行為をして、で、まあ、いろんなところで子供を作った方が、自分の、あの、子供というのが、 いっぱいいるから、まあ自分の子孫をいっぱい残せるよねっていうことのはずなんですけれども、あのある時期から実は一夫一歩性というものに近づいていったわけですね。で、じゃあなんでそうなってきたかって言った時に、まあ実はそのオスとしては自分の特定のメスにその餌を運んだ方が、結局はそのメスがその自分の子供だってわかるわけですよね。そうじゃないといろんなメスにまあ 生死をばらまいてしまうといつ、常にメスがどういう状態にあるかっていうのを見れないので、メスは他のオスとも性行為をしている可能性があるわけですよね。で、そうなると自分の子ではない子に、まあ、プレゼントを運んでしまう可能性があるので、だとすれば一歩一歩制になった方がいいよねっていうふうにおそらく判断したんではないかっていうことと、あとは自分、 自分がやっぱりそうやって決められたメスのところにせっせせっせと、まあ毎日のようにこう運んでることで、まあ信頼も生まれるので、で、そうするとメスも、あ、このオスの子供だったら自分も大事に育てたいなということで、結局はやっぱり子供を大事に育てる、まあ可能性が高まって、まあ昔はその子供というか、あのその子孫というのはどんどんね、やっぱり病気にかかったりとか外的に襲われて亡くなっていくっていう割合が高かったので、メスも相当その子供 もう守っていかなきゃいけなかった、今以上にそういうことがあったんですけれども、結局、まあ、そういういろんなことを鑑みると、その自分がオスも自分の子供もを作って終わりではなくて、育てなければいけないので、育てるということを効率的に考えたときに、結局は一歩一歩性、まあ、決められたメスと家庭を築くということに至った方うが、まあ、自分の遺伝子を残しやすかったんではないかと。そしてそう という遺伝子を残した。まあ、子孫がまあ反映してきたというか、今日残って私たちのまあし、あの祖先になったんではないかっていうことなんですよね。で、まあ、だとすると、そのいわゆる一夫一婦制という中では、その信頼ということが非常にキーワードになってきて、メスが信頼できるオスを選ぶかとか、オスが信頼できる子育てしちゃんとしてくれるメスを選ぶかっていうことがまあ、結婚の軸にあるだろうということですね。 で、一方、子孫を残すという、単に、あの、生死をばらまくという性行為は、恋愛とかなり近い脳の,の活動の中にあるんです。 けれどもその部分と育てるっていうこととは、まあかなり感情というか、もともと生まれた経緯が違うんだろうなっていうことが、まあ分かってきて、まあだとすると、その本当は子供作るだけであれば、その恋愛っていうところまでならば、いわゆるばらまくっていうことの、とどめればいいんですけれども、そうではないだろうってばらまいて終わりじゃないんだから、そっから先が大事なんだよねって言った時には、今度は軸になるのは性行為が上手いとか、そういう いろんなメスと関わるのがうまいとか、そういうことではなくて、むしろちゃんと餌をせっせっせっせと運ぶかとか、ちゃんと自分の子供を大事に育ててくれるかっていう信頼関係で、そこが結婚のもとにあるんではないかっていうことなんですよね。で、やっぱり私も今回いろんな進化人類学者の方とか、あの、ホンマテッカ TV でもご一緒している池田先生とかも伺いましたけれども、やっぱりまあその部分が強いとなると、恋愛っていうのは、恋愛は快楽、 をまあ軸に発展してきた感情なんですよねだからこそあの面倒なんだけれどもセックスっていうのが快楽だったりキスすると気持ちがいいだったりっていうところで発展してきた感情なのでどちらかというと信頼を軸にした感情ではないでしょうっていうことでやっぱりそこももともとは一致しなかったんだなっていうところですね。日本はヨーロッパに比べ女性が自身より学歴や収入などが低い男性と結婚する割合が低い。 という事実に言及されていらっしゃいました。共働きも当たり前になりつつある。今、なぜ未だに女性は結婚相手に高い学歴や収入を求めるのでしょうか？これはやはり一つは親御さんと比べてしまうっていうのがあるんですよね。で、あのー、今のその z 世代の親御さんっていうのは、まあ、もうあの団塊ジュニアになってきてるので、かなり親御さんも苦しい状況の中で結婚出産してきた世代。です けれどもそのちょっと上のバブル世代ぐらいまでというのはずっと経済上がってましたし、で、そうなると親御さんたちも多分結婚した時よりももう子育てするときはさらに年収が上がってとか、そういうところを見てきているので、まああの自分も当然ながらある程度結婚したらば今の生活よりはいい いい生活になって、そして子供を安定的に育てられるっていうイメージで多分いらっしゃると思うんですけれども、もう今の時代はもう共働きが7割で、まあ今の若い方も8割になってきてますね。で、そうなると、やっぱり、まあ、自分一人暮らしよりは誰かと一緒に暮らした方が経済効率がいい。 いいなっていうのが、まあ、競争結構のベースにあるんですけれども、女性からすると、やっぱり自分よりちょっと、やっぱり年収がいい人と結婚して、で、自分の今の生活をもうちょっといいものにしたいとか、あるいは、あの、子供を産むときに、一旦仕事を辞めたり、フェードアウトというか、ちょっと、あの、セーブしたりするので、その時期に、やっぱり男性稼いでくれないと困るとか、やっぱりそういうところに目が行ってしまうっていうのが一つですよね。ですので、ただ、今は昔とちょっと時代がやっぱり違うので、 親御さんが子育てしてきた時、つまり自分が育てられてきた時とは環境が違うんですけれども、まあなかなか結婚まそこに気づきにくいというのが一つおそらくあります。それからもう一つはやっぱりあのー、ま仕事に夢を見られないというか、まあ今回あの山田正宏先生というまあ婚活時代ように広めた方ですけども、山田先生はやっぱり仕事が劣化したっていう言い方をされてました。で、昔はやっぱり仕事をすればどんどんお給料も上がっていって、 で、その先にいいことがあるなっていうニュアンスで結婚ができた時代があったけれども、もう今は、あの、いわゆる終身雇用でもなければ、年功序列でもなければ、お給料が上がっていくっていう保証はないですし、で、まあ、あの、私の夫なんかも外資系なのでリストラに会いそうになったことっていうのもやっぱりありますけれども、で、そう考えると、仕事を自分が頑張っていっても、あるいはバリバリ仕事しているような人でも、この先どうなるかわかんないなって考えてしまうと、 やっぱり、あの、自分が安定的な、まあ、公務員さんだとか、安定的な日本。 企業でずっとそのお給料が安定している、身分が安定している人と結婚する方がいいだろうなっていうのは、その正規雇用の女性もそうですし、非正規雇用の女性に関しては、ますますね、自分が安定的じゃないからそういう人と結婚したいなっていう気持ちが強いわけですけれども、やっぱりそこの部分も、もうお互いがどうなるかわからない。女性だけが男性に頼れる時代では、収入を頼れる時代ではないですし、まあ先ほどちらっと言いました男性 も女性に稼ぎを求めてるんですねで、まあ、しかも民間の調査ではその金額300万円以上求めてる方54%いるんですけれどもこうなってくるともう女性もフルタイムじゃなきゃおそらく300万円以上って稼げないですよねそこを求められているんですけれども女性はなんとなくやっぱり結婚してちょっとまあパートぐらいになった方が楽かなとかあるいはまあいつかは辞められるってなった方が楽かなってつい考えてしまうのはやっぱり仕事 本当に夢が持てていないからだろうっていうのは山田先生おっしゃってることですねなのでもっとあの仕事が楽しいとかあるいは仕事してればもうちょっと楽しい仕事自体が楽しい未来が待ってると思えれば私は仕事頑張るからあなたはもっと家事育児をやってねとかあるいはそういう家事育児に向いてる男性っていらっしゃるんですよねやっぱり私取材してそういう人を選ぶっていうことができると思うんですけれどもやっぱり仕事に自分が夢を見られていないとまあちょっと仕事 いうことをあのセーブして楽になりたいとか、自分がそんなに稼がなくても収入のいい人と結婚して安定的な。 生活を送りたいって、まあ、つい思ってしまうので、そこを、まあ、捨てきれずにいるんだろうなっていうことですね。ただ、まあ、あの、ヨーロッパなんかでは、あの、書きましたけれども、もう36%とか37%とか、そのぐらいが、あの、上昇婚にではなく、いわゆる、まあ、過方婚っていう言い方をしていいのかわからないですが、男性の方は年収が差が、あの、低い方と結婚をするとか、それをもう認めていらっしゃる方が多でいるっていう時代になってきてるんですけれども、日本はなかなか がね、一つは男性がやっぱり女性が家事育児をするものだっていう概念からまだあの出し切れていない韓国もそうですねそういう中にあるので、まあ、女性としてもそう考えてしまうっていうのはあると思うんですがただ賃金がだんだん男女平等に近づいてくると確率論としては女性が自分よりいい人ってなるとそこの割合はどんどん減っていくわけなのでより一層探すのが難しくなるっていうのはもう間違いないですね。 女性は家で家事育児を担うものだという概念が日本からなくなるにはあとどれくらいの時間がかかると思われますか Z 世代自身はもうそこはもうかなり持ってないというか今回もあのコロナ後の調査でも出てますけれども男性ももうこれから伸ばしたい時間というのは 完全に仕事時間ではなくて家事育児時間なんですね。で、まあそこはもう顕著に出てるんですが、今度は要は仕事ですね。職場で上司が理解があるかどうかっていうところがかなり左右されてきて、帰宅時間とその家事育児協力って見ると、やっぱり帰宅時間が遅いと物理的に男性はなかなかそこに関与しづらいんですね。で、そこに関与してる方っていうのはむしろ過去にあの一人暮らしの経験がある方、これも完全に 重回帰分析でも出ましたけれども、やっぱり男性の場合は経験と終了時間ですね、ここが非常にものを言うので、上司の年代がまあだいぶ今、置き換わってきてますから、本人たちはもうそこを強化したいって分かってるんですけれども、なかなか親とか、その上司とか、そういう方々の理解が得られるかどうかっていうところで、かなり個人差がおそらく出てきてるだろうなっていう感じはしますね。はいにて 競争結婚に向けた24の提言をされていらっしゃいました牛久保先生が特に皆様に知ってもらいたいと思われる提言をいくつかご紹介ください えっと、そうですね。まあ、まずは、働き方というものが、今回結婚とか恋愛っていうこととすごく大きく関係しているなというところで、まあ、まず男性に知っていただきたいのは、女性も今非正規だと、もう結婚、出産が、まあ、している方の割合も低いですし、昔はね、男性が非正規だったり、年収が低めだったりすると、なかなか結婚をしづらいとか恋愛しづらいって言われたんですが、今もう今回、東大の調査結果を出しましたけれども、 女性にもそこが波及してきているんですよね。で、男性も先ほど申し上げたとおり、女性に対して、まあ確かに稼ぎを求めるっていうのは当然男女平等の時代ですからわかるんですけれども、そうであれば、まああの今回浜田恵子さんというジャーナリストの方おっしゃってますけれども、男性ももう家事育児をやっぱり手伝うではなく、ある程度シェアをするという覚悟がないと、なかなか結婚した時 にあるいは,は,っっはそこをちゃんとある程度意識して結婚しようっていう方が増えてくれば、先ほど上昇校の話ありましたけれども、女性もそんなに年収が高い男性をっていうふうにそこをばっかり求めるとか、そういうことは今よりは減ってく くるはずなんですけれども、やっぱり男性の側のその家事育児をやっぱり自分もちゃんと担うんだっていう覚悟がまだちょっと足りていないからこそ、その低年収だったりする女性も、まあ、だったら私なんかどうせ結婚できないんだなって思ってしまったり、あるいはそう女性たちも、あの、もっと年収のそこそこいい方がむしろもっともっといい人っていうふうに思ってしまったりして、なかなかその男性のもっと本来結婚に向く良さに気づいて、 かないというか、そこを感じやすいので、まあ、そこの、あの、家事、育児を担う覚悟みたいなところは、まあ、結婚本気である程度したいなって考えているんであれば、やっぱり持ってほしいなっていうところが一つですよね。 それから、まあ、上の世代の方に向けても書いたのが、今、その若い方々が、だんだん、こう、8割以上とはいえ、だんだん結婚いずれするつもりっていうのが下がってきている一つの原因は、やっぱり結婚出産した先輩とか、上司とか、親世代が幸せそうに見えてないっていうところですね。で、特に仕事との関係で言うと、やっぱり女性にしわ寄せがいっている、あの、結婚出産した後の、その、いろんな負担が、しわ寄せがいってしまっているので、 特にやっぱり女性の先輩たちを見て、ああはなりたくないとか、私にはもう無理だっていう風に思っている方々が多いっていうことですよね。で、まあ、やっぱりこのあたりはある程度もうちょっとまとめて、その育児休暇とかそういうこともそうなんですけれども、もうちょっと周りでやっぱり会社としてきっちりサポートをしていくだとか、その妊娠する前ですよね。今、妊活っていうのもありますけれども、妊活。 中っっていいいいうのはすごくやっぱりろろんんななな、まあ、病院にももちろん通わなきゃいけないで,すしで、すしその、まあ、家庭では女性たちお腹パンパンになるぐらい、まあ、いろんな、まあ、あの、ものをこう注入されたりもしますので、そういう中で大変な中で働き続けなければいけないっていうのが今の時代になってきているので、まあ、その妊娠ぐらいの段階からももうちょっと理解をやっぱり示して、で、あるいは、その女性たちが、まあ、 男性も含めてですね、あの、いろいろと婚活だとか、いろんなことに注力したいときに、まあ、急に残業を言ったりとか、あるいはそういうことを、まあ、サポートしないっていう体制が今続いていってしまうとですね、結局皆さん、やっぱりそこまでするほどじゃないなとか、そういう発想になってしまうので、やはり、まあ、上の世代ももう昔とは違うので、もう結婚出産して働き続けるっていうのが今の時代の、まあベ、ベースにありますから、もうちょっと そこを、まあ、先輩たちも続けやすいような環境にしていくっていうことをいやぜひ意識してほしいなっていうところがもうあの上の世代の方に向けて今度はお伝えしたいことですね。あとは、まあ、政策としてはいろいろあるんですけれども、あの一つ挙げた空き家問題ですよね。 空き家がまあ今7軒に1件で、まあここがどんどん増えていくわけですが、まあこういうものを活用して政府なんかももうある程度同性中のカップルに対してそういうものをまあ安くとか、あるいは期間決めてこの期間は無償で住めますよとか、ある程度まあそういったサポートをしていくことによって、あの親 親元を離れてて誰かかとと共に暮らすっいいうのも悪くないなとかそういう中でで信頼できる相手と出会えるととかそういういころが出てくると思うんですよね。あるいはシェアハウスとかもそうですけれども、そういうものに対して、ある程度女性をしていくとかですね、そういうことをしてほしいなっていう。じゃないと、親元をやっぱり離れられないんですよね、皆さん。そうなってくると、親元にいた方が絶対に心地は、そのある一定期間までは心地はいいんですよ。それはあの家事を やってもらえたりとか。でもそうじゃなくて、誰かと共に暮らすっていうことも悪くないなと思うためには、やっぱり、まあ、気軽にそれを試してみるっていう環境を作らないといけないので、そこはやっぱり自治体とか政府がある程度、今、空き家がこれだけあるんですから、リノベーションなりして、そういうことをしやすい環境を作っていくっていうのは大事だと思うんですね。あの、この間取材したシェアハウスも、まあの、そこそこ大きな規模ですけれども、この10年の間に、あの、 12組カップルが誕生して、で、お子さん20人生まれたっておっしゃってました。そんなに別に好き好きっていう形で一緒にいるようになったわけではないのに、なんとなく毎日顔を合わせてると、あ、この人いい人だなとか信頼できそうだなっていうことで、やっぱり結婚に至るカップルが増えたっていうことなんですね。ですから、やっぱり。 私が、まあイ、イメージしてる競争結婚っていうのはそういうニュアンスで、大恋愛をして、すごくリードしてくれるとか、すごく、まあ、おごるのがうまいとか、料理がうまいとか、そういう話ではなくて、この人といると安らげるとか、ほっとできて信頼できるとか、やっぱり結婚に重要なのはそちらの方の感情なので、そこから始まる結婚につながるケースっていう方が、まあ、うまくいくはずなので、まあ、あの、そういうニュアンスで相手を探してもらいいます。 そのためにはそういう環境をやっぱり大人が作っていかなきゃいけないだろうなっていうところですね。